東洋太平洋ライトフライ級王座決定戦両選手入場です。はじめに青コーナーより堀川健一選手入場です。第4ラウンドと第8ラウンド終了時点での採点を公開いたします。ただいまより東洋太平洋ライトフライ級王座決定12回戦を行います。赤コーナー106ポンド4分の1フィリピン、 IBF 世界ミニマム級9位、東洋太平洋ライトフライ級2位、ジョイカノイ。青コーナー108ポンド美佐子所属、東洋太平洋ライトフライ級3位、第38代並びに第41代日本ライトフライ級チャンピオン、第37代東洋太平洋ライトフライ級チャンピオン、堀川健一。ジャッジ今村智弘、同じくジャッジフィリピンエドガーオラロ、同じく近藤健二、レフェリー室谷正弘。ライトフライ級王座決定12回戦、タイトルマッチに参加して、どうぞ戦うように。You have to. Under the OPBF regulation.
かけろ。両選手を戦略球で今日紹介いたします。赤コーナージョイカノイフィリピン、1993年6月生まれ、デビュー2012年12月、戦績26戦18勝5敗2引き分け1ノーコンテスト、18勝のうち10の KO 勝ちが含まれています。対します青コーナー堀川健一、美佐子所属、1980年3月生まれ、京都府長岡京市出身、デビュー2000年4月、戦績59戦41勝17敗1引き分け41勝のうち14の KO 勝ちが含まれています。ラウンド2、
次の試合に出場いたします芝力斗選手へ和食ひなぎく様、株式会社平井渡航所様、弥生姫様、以上の方々より激励賞が贈られます。ラウンド3、どうだろう、小山、後半何もお前だな、ほら、ほら、様にお願いを申し上げます。フラッシュを使っての写真撮影は試合の妨害になりますのでご遠慮願います。セコンドアウト、ラウンド4。
それでは第4ラウンド終了時点での採点を公開いたします。三者ともに39対37、三者ともに赤コーナージョイ・カヌイ選手優勢です。三者ともに39対37でございます。ラウンド5、スリップ。ラウンド6。スリップ。
セコンドアウト、ラウンドセブン。7ラウンド1分1秒、7ラウンド1分1秒 TKO により勝者、東洋太平洋ライドフライ級新チャンピオン、ジョイカノイ。新チャンピオンジョイカノイ選手、一般財団法人日本ボクシングコミッションより認定証が授与されます。認定証 OPBF 東洋太平洋ライトフライ級チャンピオンジョン・カノイ殿、あなたは2022年12月4日大阪市において堀川健一と12回戦を行い勝利を得たためコインチャンピオンであることを認定します。2022年12月4日一般財団法人日本ボクシングコミッションコミッショナー長岡総大学、おめでとう。
ょう。そうですね。青っぽいですね。Thank you.